2日目の PCR 検査の話の続きなんですが、私は最初に郵便局の方に追跡番号を入力して再配達を依頼したんですけど、不在証明を持っていないと再配達ができないシステムになってるんですけど、私の家には不在証明が届いてなかったので無理かなと思いつつも再配達の依頼を一応していました。で、案の定やっぱり再配達したものは届かなかったです。で、トラッキングを見てみたら、ちょっとロンドンから遠いどっかの郵便局に持っていかれてしまってたので、もうこれは郵便局じゃなくて、PCR を注文した会社に一応連絡してみようかなと思って、今トラブルが起こりまして、大家さんがさっき魚をフライパンで煮詰めてたんですけど、それが電源を切るのを忘れていて、ずっとつけっぱなしになってたら家の中がすごく煙っぽくなってしまって、で私今自分の洗濯物を回してるんで、洗濯物が乾燥機かけすぎてそれで煙たくなっているのかなと思って、洗濯機止めに行った後にキッチンを見に行ってみたら、そのお魚が黒焦げの状態になってて、で止めて、その後に大家さんに言いに行ったんですけど、その後なんか香りのするなんかお線香みたいなやつをつけてスモークの匂いをなくそうとしてたんですけど、その保線香が警報器に反応してしまって、すごい家中今さっきまでうるさかったんですけど、その後にその保線香の場所を移動しようと思ったのか、棚の上にあった牛乳と保線香をこう場所を入れ替えようとしてたらしいんですけど、その牛乳が落ちてしまって、で今一緒に掃除してました。こんなトラブルに遭うのもなんか面白いなと思って楽しかったです。はい、その2日目の PCR 検査の話の続きなんですけど、郵便局ではなくて PCR 検査を注文した会社に、まあ一応もう一度そちらの会社の方で検査キットを郵送してくれませんかっていうふうに問い合わせをしたら、古いものは返金するので新しいものを改めて注文してくださいっていうふうに言われて、だけど私はもうクリニックの方に足を運んで PCR 検査が終わっていたんで、まあ新しいのを注文したくないから返金だけしてくださいっていうふうにお願いしたら、なんとですね、そのPCR 検査の分を返金してくれることになりました。まあ、たかだか17ポンドぐらいなんですけど、使ってもいないものなので返金してくれるっていう対応をしてくれてすごく良かったなと思ってます。私はワクチンを2回接種していた上に2日目の PCR 検査のみで大丈夫っていう時期だったんですが、今また日々入国の条件が変わってきているので、まあ、入国される方は YMS に限らず英国大使館のホームページやイギリス政府のホームページを確認していただきたいかなと思います。で、今日のところは一応家が決まって契約書も書いて
一段落しているところです。これから仕事探しの方に力を入れていこうかなと思っています。それではここら辺で終了したいと思います。